なんだよそれ。ちょっとな、未来からやってきた暗殺者風に登場してみたかったんだよ。どうせやるなら全裸でやれ。ここはブルームパークか。落雷に巨大な鳥かご、今の水木の心の状態を象徴してるのかもな。やはり翔子が殺されたことが水木にとって大きな心の傷になっていたということか。水木はきっとあの柱の中にいるはずだ。手がかりを得るためにもあの雷と鳥かごを取り除いて水木に接触してみないとな。さてさっさと調べないと時間がなくなるぞ。その必要はない。周りを見てみろ。周り？これがピュータが言っていたシンクの新しい機能だ。時間を止めることが？私が立ち止まってる時だけな。まあ厳密に言うとものすごくゆっくりとではあるが、時間は流れているんだが、今私とお前は超高速で情報の伝達を行っている。だからあたかも時間が止まっているように見えるだけで。簡単の夢って知ってるだろ？中国の故事だな。ある青年がほんのちょっとうたた寝している間に50年にも及ぶ一生の夢を見たという。それと同じだ。夢の世界の時間の流れは現実世界のそれとは異なる。とにかくこいつは便利な機能だ。ソムニウム世界にはおよそ6分間だけしか滞在できない。だがこの機能を使えばじっくりと探索を行うことが。よし、では早速だが始めよう。ソムニウムスキャン開始。まず水木の元へたどり着くために鳥かごに落ち続けている雷を何とかしないと。雷は高いところに落ちる性質がある。それを利用すればいいってわけだな。翔子の写真にアイスピックが。相棒、向こうのスピーカーが振動してるぞ。うん。このアイスピックと連動しているのか。さてどうするか。いいか、水木の心を癒すのが最優先だぞ。分かってる。ショーコの写真にアイスピックが刺さってる。そうだな、母親のこんな姿見たくないよな。全然先端が出てこない。なんだこれは。おい、向こうの方からも何か出てきた。伸びた柱が平井心の代わりになったな。これでも鳥かごに近づいても問題なさそうだ。さて次はこのでかい鳥かごをどう外すかだが。柱と一緒に出てきた制御室だ。入ってどうするつもりだ。制御室だからな、いろいろと制御できるかもしれない。そんなにうまくいくとは思えないが。いいから。
ここは制御室の中ではなさそうだな。出口もなさそうだ。だが見るからに怪しいものが置いてある。怪しい鳥かごが2つあるな。中に何か入ってるみたいだ。調べてみよう。鳥かごだ。中には膨らんだゴムがある。それからその下に空気の入ってないしぼんだゴムが一つ。なあ、ゴムっていうのをやめてもらえないか。ちゃんとゴム風船と言ってもらいたいんだが。なんで？なんでもだ。余裕だな。それは心強い。あれ、なんでだ？最初は重かったのに。しかし何も起こらないな。床の上にあるのはしぼんだ風船か。しぼんだゴムがある。頼むからゴム風船と言ってくれ。何を向きになってるんだ。わかった。でかいな。お前の胸もこれぐらいあったらいいのに。化け物かよ。人間のサイズじゃないだろう。まあ私は人間じゃないが。だったらいいから黙っててくれ。外に出られた。あの風船がキーになっていたのかな。とにかく鳥かごは外れたんだ。瑞希のところへ行こう。お前にはそこで超高速回転している馬どもが見えないのか。時間を止めれば行けるだろう。だから移動中は時間を止められないんだよ。そうか。じゃあどうにかしてあの回転を止めないといいんだ。パンダが浮いている。私にも見える。頂の景色が。そうだな。伊達さん、残り5分切りました。パラソルが景気よく回転している。よし、任せろ。じゃ無理そうだ。
パラソルが景気よく回転している。女子のスカートだと思ってたな。黙ってろ。わお。な、何？すごいな。メリーゴーランドって飛ぶんだな。おい、伊達、あそこ。イリス。なんでイリスが。どうやら凍りついてるみたいだが。一体どういうことだ。なんだ。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。ごめんなさい、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 ごめんなさい。どうして静かにできないの。ママを困らせてそんなに楽しい。あんた、なんでいるの？ごめんなさい、ごめんなさい。あんたがいなきゃ、全部うまくいってたのに。ごめんなさい。謝ったってどうにもならないのよ。なんとか言いなさいよ。私が悪いみたいじゃない。だって。何よ、その目は。全部悪いのよ。あんたなんか、あんたなんか産まなきゃよかった。水木の声と、もう一人は。そ、さっきから何がどうなってるんだ。相棒、さっきのが落ちてくるぞ。え、おせんべいになるところだった。江ノ島で売られなくてよかったな。あの凍ったイリスも気になるが、まずは水木だ。ああ、メリーゴーランドが止まってるうちに水木のところへ。伊達さん、残り4分切りましたよ。水木だ。水木、聞こえるか。私たちが水木を守る。大丈夫だ、いつも一緒にいる。だから安心してくれ。そうだ、あのスピーカー使えないか。母親の声でならきっと。なあ、何か聞こえないか。携帯の着信音か。どこだ、どこで鳴ってる。
ダメだ、伊達。これ以上は。大丈夫か？水木。心の傷は癒せなかったみたいね。相棒、イリスの携帯に電話を。大至急だ。どうしたんだ、突然。いいから頼む。はい、サガンですけど。俺だ、警視庁の伊達だ。今日お前と会った。あ、伊達さん、どうしたんですか？お前今どこにいる？自宅ですけど。だったら今日はもうどこにも出かけるな。戸締まりをしっかりしておとなしく家にいるんだ。いいな。理由を聞かせてもらえますか？理由なんてどうでもいい。これは警察からの命令だ。個人的な命令だろ。わかりました。でもその代わり、明日一緒にイクラマンふとししてくれませんか？断る。じゃあデートしてください。デート？約束してくれたらおとなしく家にいます。してくれないなら、そうだな、大きなキャリーケースをゴロゴロと引っ張りながら新宿の歌舞伎町あたりをうろうろとさまよい歩きます。わかったよ。わかんのか？それじゃあ明日楽しみにしてますから。いいか、一歩も外に出るんじゃないぞ。何かあったらすぐに連絡を。番号は？着歴に残ってます。大丈夫ですよ。何なの今の電話？ああ、ちょっとな。何よ突然。あ、わかった。水木のソムニウムで見た死体のことね。名前はサガン・イリス。今日伊達くんと一緒にブルームパークへ行った女の子。なんで知ってる？相棒から報告を受けたのよ。ボスに捜査報告をあげるのも私の任務の一つだからな。予知夢か。それでさっきイリスに電話を。でもね伊達くん、分かってる。夢はあくまでも夢だ。現実とリンクしているとは限らない。だがなぜか妙な胸騒ぎがするんだ。伊達大丈夫か？シンクのしすぎで頭がどうにか。だといいけどな。水木、俺はお前の夢の中で不思議なものを見た。
凍りついたイリスの死体だ。あれは一体何だったんだ。教えてくれ、頼む。伊達、不毛なことに時間を費やすべきではない。わかってるんだろ、瑞希の失声症は治ってないんだ。通常夢の中では夢を見ている本人の姿は現れません。夢は主観的に一人称視点で見るものです、普通はね。けれど真空中は少し事情が異なります。シンカーは対象者の潜在意識に潜り込み、そこで再現される夢を経験します。要するに対象者の脳内で演じられる舞台をシンカーが足を運んで見に行くようなものです。なのでそこでは役者である主人公が姿を見せることになります。シンカーはそれを客観的に三人称視点で見るのです。今日は土曜日、そろそろお茶行けが始まるな。お茶行けはもう終わったし、そもそもあれはテレビじゃない。懐かしいわね、伊達くんと私、あの長机の上でよくメイクラブしたっけ。メイクラブなんてしてない。メカブとイクラをぶっかけ合っただけだろ。それも十分エロいと思いますが。予知夢ですか。それってあのソムニウムで見た死体のことと関係が。ああそうだ。そうですね、僕は科学者ですからそういった類のことはまるっきり信じちゃいませんが、もしもそんなものがあるとするなら、あの女の子の背中には鉄板か何かを入れておくことをお勧めしますね。え、伊達さんも見たでしょ、あの子の背中には無数の刺し傷がありました。おそらく凶器は包丁か何かですから。なんか真面目に答えちゃいましたね。気にしないでください、予知夢なんて絶対にありえないですから。そうだよな。ですよ。伊達さん、さっきのシンクで携帯の着信音を聞いたみたいですね。ああ、だがどこで鳴ってるのかがわからなくてな。あれは現実に起こった出来事なんでしょうか、それとも瑞希ちゃんの想像の産物。それはこっちが聞きたいよ。どっちなのか解析できないのか。さすがにそこまでは。そういえば伊達くん、前に飲みすぎた時あのロッカーをトイレと間違えて粗相しちゃったことがあったわよね。やめてくれ、忘れたい過去だ。なあ瑞希、教えてくれ。俺はお前のソムニウム、夢の中で着信音を聞いた。あれは現実に起こったことなのか、それともお前の夢の中での創作なのか。伊達くん、聞いても無駄よ。残念だけどあなたは瑞希の心の傷を癒すことができなかった。症状は前と変わらない。この後病院へ戻すわ。
医者に見てもらうしかないでしょう。水木、聞きたいことがたくさんあるんだ。お前は昨日誰かから送られてきたナイルを受け取った。それでお前はブルームパークに。送信者は何者だ？誰に呼び出された？水木の携帯を調べてみたけど、履歴が全部削除されちゃってたのよね。今送信者の解析を行っていますが、しばらく時間がかかりそうです。そうだ、お前はメリーゴーランドの柱の中で発見された時、アイスピックを握りしめてたな。まさかと思うが、お前が。いや、疑ってるわけじゃないんだ。俺はただ理由が知りたいだけで。答えてくれ水木。ちょっと伊達さん、そんな大声を上げたらむしろ逆効果ですよ。くそ、報告はいいわ。シンカーがシンク中に見た光景は全てこっちの制御室に映し出されるようになってる。つまりソムニウム世界の出来事は常時私たちがモニタリングしてるってこと。言わなくても知ってるでしょ。僕が開発したんですよ。すごいでしょ。というわけだから、あなたが経験したことは全部知ってる。着信音のことも、それから凍りついた死体のこともね。結局治らなかったわね。だけどまあ落ち込む必要はないわ。さっきのシンクは無駄じゃなかった。手がかりが見つかったんだもの。手がかりか。ボス、俺は水木のソムニウムで携帯の着信音を。知ってるわ、聞いたみたいね。でもどこで鳴ってるのかは分からなかった。そうだ、あれが現実に起こった出来事なのかどうかは分からない。だがもしも実際に水木が着信音を聞いたのだとしたら、現場のどこかに携帯が。捜査した連中は何か見つけたと言ってなかったか。いいえ、特に何も。現場の周辺はくまなく調べたみたいだけど、携帯どころか手がかりになりそうなものは。とにかくもう一度ブルームパークへ行ってみようと思う。携帯を探しに行くのね。あるかどうかはわからないが、念のため水木のこと頼んだぞ。ええ、任せといて。
警視庁は最初に追突した大型トラックの運転手を自動車運転処罰法違反過失傷害の疑いで逮捕。事故の原因など詳しい事情を調べています。君、こんなところに入ってきちゃダメじゃないか。ここは立ち入り禁止だよ。っていうか君、なんか体が透けてるね。体が透けて、まさか幽霊。アホ、私だよ、私。たわしの霊。そんなもんはおらん。じゃあお前は。だから私だって言ってんだろ。たわし？たわしじゃない。もしかして相棒か。だがどうして。いや、ちょっとな、寂しいだろうと思って出てきてやった。どんな理屈で。お前の左の視界に AR 拡張現実の画像を重ねてるんだ。だから右目では見えない、左目でしか。勝手に人の視界に割り込んでくんなよ。まあいいじゃないか、たまにはさ。私は人工神経によって伊達の脳と接続している。いわば私はお前の脳という機能の一部であり、私はお前の脳内に溶け込んだ存在であるとも言える。したがってシンクの際、お前の自我を構成するデータとともに、私のメインプログラムの一部も対象者の脳内に転送されることになる。ソムニウム内において私の姿が顕在化して見えるのはそのため。ってこんなことあえて説明するまでもないだろう。お前とは何度もシンクを経験してきたんだ。まあ今まではこの姿で現れたことはなかったが。そういえば今のお前の姿ってソムニウムの時と同じだな。何なんだよそれ。何というと。今まではそんな見た目じゃなかっただろ。ソムニウムで姿を現す時もお前は別の形態をしていた。これのことか。そう、それだ。なのに、なんで今さら。夜中に暇だったから作ってみた。は？お前が喜ぶんじゃないかと思って。
喜ばねえよ。そうか、お前の好みに合わせてデザインしたつもりなんだが。だったら変更してくれ。中目黒のキャバクラティーフブラウのレイカちゃんみたいに。断る。なんでだよ。なんでもだ。確かこの辺だったよな。水木のソムニウムで携帯の着信音が聞こえてきたの。ふむ。音源はさほど遠くはなかったはず。だとするとこの付近のどこかに携帯が。まあ、あるかどうかはわからないけどな。確かに夢は見ている人物の記憶によって構成されるものだ。だが現実に起こった出来事がそのままの形で再現されることは少ない。むしろ歪んだ形で現れることの方が普通だ。例えばさっきのソムニウムで経験した現象、そのほとんど全てが荒唐無稽な出来事だった。言うまでもなく、あれらは現実に起こったことではない。したがって着信音も。昨夜水木がこの場所で聞いたものとは限らないか。分かってるさ、そんなこと。だが手がかりがない以上、かけるしかないだろう。さっきも言った通り、この付近に携帯があるかどうかは分からない。だがもしもあるとするなら、通常では気づかない場所に存在しているものと思われる。この辺り一帯は警官たちが血眼になって調べ尽くしたはずだからな。にもかかわらず何も見つからなかったということは。通常では気づかない場所、肉眼では見えない場所ってことか。そうだな。少し考えさせてくれ。だって、おそらく携帯は肉眼では見えない場所にあるはずだ。もしもそれがあるとするならの話だが。なあ、馬はもう調べたか。馬？翔子の死体が乗せられていた馬だ。どうやらスマートフォンのようだな。ほらな、やっぱりあると思ったんだよ。嘘つけ、お前だって半信半疑だったろうが。で、こいつは一体どうやって取り出せば。馬の体に亀裂のようなものはないな。馬の首も取り外せそうもない。だがここにあるってことは、どっかに必ず入り口が。待て、一つ見つかった。どこだ。馬の口の奥、小さな穴が開いている。私なら潜り込むことができそうだ。ちょっと待っててくれ。取ったぞ。よし、でかしたぞ相棒。相棒、
こいつの所有者を調べてくれ。番号は。伊達、そいつはレンタルスマホのようだ。レンタル？所有者は不明、偽名で登録されている。伊達、スマホの履歴を調べるんだ。消されたのか。発信履歴は一つも残ってないな。着信履歴の方は？あったぞ、一件だけ。着信時刻は昨日の午後9時2分。瑞希と太田が死体を発見したのは午後9時頃。やっぱり瑞希は昨夜ここで聞いたんだ、このスマホの着信音。ソムニウムで経験したのは事実だったというわけか。大丈夫だ、心配には及ばんよ。いや、お前の身を案じてるわけじゃない。汚れたもんを左目に入れたくないだけだ。まあな。しっけえな。私がどれだけ苦労してあの姿を作ったと思ってる。知らんがな。私のことはいいから、さっさとスマホの調査を済ませてくれ。何か手がかりが見つかるはずだ。電話をかけてきたのは誰だ？名前は表示されていない。アドレス帳に登録されていない番号からだ。というか、アドレス帳全体が白紙になってる。登録されている番号は一件もない。ダメだ、この番号も同じくレンタルスマホのものだ。偽名で登録されていて、所有者が誰なのかわからない。どうした？バッテリー切れだ。スマホの表示が消えた。うむ。相棒、さっき伝えた番号覚えてるか？もちろんだ。かけてくれ。私は警視庁の伊達というものですが。バカか、お前は。切られただろうな。初っ端から警視庁を名乗るバカがどこにいる。だってしょうがないだろ、心の準備ができてなかったんだ。お前がかけろって言ったんだぞ。そうだが、まさか繋がるとは思わなくて。呆れた。呆れて物も言えん。言ってるじゃないか。相棒、もう一度かけてくれないか。今度こそうまくやるから。本当だろうな。任せとけ。おかけになった電話番号への通話はお客様のご希望によりおつなぎできません。着拒か。着拒されたんだな。着拒ってなんだ？着信拒否のことだよ。ああ、中目黒のキャバ嬢、麗華ちゃんにされたやつだな。くそー、嫌な記憶が蘇ってきた。さあな、馬の口から入れたことは間違いないと思うが、誰がそんなことをしたのかはわからない。犯人なのか、それとも別の誰かなのか、もちろん理由も不明だ。
うして？突然声が聞きたくなった。着拒されてるから不可能だ。お前なら別の回線が使えるだろ。確かに使える。だが断る。公衆電話でも使ったらどうだ。事件の関係者である可能性は高いな。相手はこちらが警視庁と名乗った途端すかさず電話を切った。おまけに着信拒否。どう考えてもやましいことがあるようにしか思えん。新宿三丁目の付近だ。範囲が広すぎるな。相手の携帯はスマホなんだよな。そうだ。番号からレンタルスマホであることは分かっている。 GPS は機能はついているがオフに設定されているようだ。ついでにもう一つ言っておくと、今は電源も切られている。他の回線を使ってもかからない。お前が余計なことを言うから。今さら言っても無駄だろ。相手はもう移動してるだろうし。だよな。相棒、そろそろ移動しよう。もうこの場所に用はない。どこに行くんだ。もしかしてイリスのところか。ああ、どうしても気になるんだ。予知夢か。バカバカしい。いいから行くぞ。ちょっと匂いが嗅ぎたくなってな。え？伊達、一つ問題を出してやろう。森の中で全ての動物が集まって会議をすることになりました。ところが、その会議に参加できない動物がいました。その動物とは？答えはゾウだ。だって今日の昼、冷蔵庫の中に入れただろ？いつも風邪をひいてる家具ってなんだ。家具は生き物ではないから風邪はひかない。ノリが悪いな。
なあイリス、お前は小さなコンポは好きか？はい、好きですけど。じゃあ小さなコンポが好きですって言ってくれないか？え、なんでですか？いいから。小さなコンポが好きです。もう一回。小さなコンポが好きです。ああ、ありがとう。お前って本当気持ち悪いよな。ちょっとな。夢の中でお前の死体を見たからだって言わないのか？お前は黙ってろ。ん？ところでお母さんの姿が見えないようだが。ママはさっき出かけていきました。誰かからナイルが届いたみたいで、なんだか慌ててるみたいだったけど。どこに行ったんだ？さあどこでしょう。行き先は言わなかったから。伊達さん、迎えに来てくれたんですね。でもちょっと気が早すぎるんじゃないでしょうか。え？イクラマンの約束をしたのは明日です。イクラマンの約束なんてしてない。デートの約束ならしたが。まだ午前0時を回ってませんよ。ちゃんと言いつけを守っておとなしくしてたんですから。伊達さんも守ってくださいよね、デートの約束。あ、そうだ、お茶でも飲んでいきません？いや、悪いがもう失礼するよ。もう帰っちゃうんですか？ああ、まだ片付けなきゃいけない仕事がたんまりと。じゃあ今夜1時の配信を見てくださいね。配信？あ、忘れちゃいました。私こう見えてもネットアイドルなんですよ。ネットで何かやるってことか？はい。夜中の1時に？そうです。ダメだろ、高校生なんだから。臭いこと言っちゃうんだ。事実おっさんだからな。でも大丈夫ですよ、今日のは商業的なやつじゃなくて個人的な配信だから。そういう問題じゃないだろ。それに明日は日曜日だし。曜日も関係ない。とにかく見てくださいね。ちゃんと見たかどうか明日のデートで確認しますから。分かったよ。まあ、なんだ、何事もなくてよかったじゃないか。ああ、そうだな。だって私近いうちに死んじゃうから。あのスマホ本庁の方に回していろいろと調べてもらったの。そしたら分かったことがいくつか。まずあのスマホの所有者は2日前に殺された名波翔子よ。翔子？ええ。
顔認証のプログラムに彼女の相棒だけが登録されてたの。お給羅の件についてだけど。お給羅？昨日所轄の警察で事情聴取を受けてから連絡が取れなくなったって言ったでしょ。その居場所がね、分かったの。どこだ？中央病院よ。昨日の夕方、交通事故に巻き込まれて搬送されたらしいわ。意識不明の重体だって。それってもしかして首都高の？あ、知ってたんだ。昨夜ブルームパークへ向かう途中、ラジオのニュースで聞いた。だが渋滞となったのがまさかお給料だったとは。伊達くん、お給料から話を聞いてきて。彼は殺された名波翔子の元夫。何か手がかりを知ってるかもしれないわ。だけどあいつはまだ意識不明の渋滞で。だったら叩き起こせばいいじゃない。友達なんでしょ。無茶言うなよ。相変わらず特に進展はなしよ。ほんと本庁の連中は無能なんだから。唯一の手がかりといったら昨日伊達くんが見つけてくれたスマホぐらいね。あれが突破口になってくれるといいんだけど。昨日のシンクの後病院へ戻したわ。しばらく入院することになるんじゃないかしら。そいつは妙だな。瑞希の携帯は今伊達の自宅にある。 GPS や Wi-Fi のアクセスポイントから考えて間違いない。家に帰ったってことか。おそらくそうだろう。だがどうして。さあな。伊達、お前は昨日イリスとデートをすると約束した。一体どうするつもりだ。ちょっと何よそれ。ただの社交辞令だ。約束とはルールでありプロトコルだ。絶対遵守しなければならない。人間の世界にはな、曖昧な約束ってもんもあるんだよ。つまりなかったことにすると。そうは言ってない。今日という一日が終わるまでにはまだたっぷりと時間がある。それまでに軽く会って話せばデートしたことになるだろう。じゃあ本気でデートをするわけじゃないんだな。当たり前だろ。そうか、ならいいんだが。あれ、ちょっと相棒ホッとしてない？もしかしてイリスに焼いてたりとか。バカ、そんなわけないだろう。なんで私があんな小娘に。はいはい。本庁のデータベースには名波翔子殺害事件に関する捜査報告が随時アップされている。ざっと見たところ特に進展はなさそうだ。なあ伊達、久しぶりにあの店にでも行ってみたらどうだ。あの店？黄金横丁にあるスナックマーブルのことだよ。確かに瑞希については謎が多いな。だが直接話を聞かないことには何とも。失声症、早く治ってくれるといいんだが。そのボールを見ると高校の頃の彼氏を思い出すのよね。ボス、昨日はサッカーボールを見ると思い出すって。ああ、ちょうどそのぐらいの大きさだったのよ。
下半身のボールが。それは重度な病だと思う。縁起がいいでしょ。魚を取るのも犯人を捕まえるのも似たようなもんだし。あれ、はるか昔の誕生日会のやつだよな。いつまで飾ってんだよ。私にとっては毎日が誕生日みたいなもんなのよ。日々新たな自分に生まれ変わってるから。最近始めたのよね、スノーボード。なんでまた。歌舞伎町のホストの子から一緒に行こうって誘われて。ボスっていつもデスクの上に座ってるよな。椅子に座った方がいいっすか。まさかそのくだらんダジャレを言うためじゃ。それは8年前の傷害事件で使われた凶器よ。数学の女性教師が交際していた不倫相手の男性をその定規の先端で刺したの。三角関係のもつれを三角定規で解決しようとしたわけか。シャレにならんな。それなんか壊れちゃってるみたいなのよ。だって恋でも恋でも前に進まないんだもの。なんでこんなもん。ここって地下の6階にあるでしょ。もしかしたら大雨が降って水没しちゃうかもしれないじゃない。そんな浮き輪ごときで助かるとは思えんが。人間の生き血がかかると裏のところからジャキンって爪みたいなやつが飛び出して。どっかで聞いたことあるな。ああ、それは10年前に付き合ってた彼氏よ。別れた時首をはねて石膏で固めたの。RIP はレストインピースの略よ。安らかに眠れって意味。誰に対する言葉だ。ホストクラブのマー君。厳密に言うと RIP の元になったのはラテン語のレクイエスカトゥインパーチェという言葉だ。安らかに眠れという意味は同じだが。ワインには目がないのよね。伊達くんにも目がないけど。右目はある。左目もだ。あのスマホに電話をかけてきたのは誰だ。残念だけど相棒が調べたこと以上の情報はないわ。
発信元の番号はレンタルスマホのもの。登録者は偽名を使っていたため正体は不明。だがさっきの情報から分かったことがある。昨夜我々が発見したスマホは翔子のものだったんだろ。そうよ。発信者が電話をかけたのは2日前の午後9時2分。翔子が殺された後だ。このことから分かるのは、発信者は殺害犯である可能性は低い。殺した相手に電話をかける理由がないから。でも犯人は瑞希に電話を取らせようとしたのかも。そのために瑞希を現場に呼び出して。だったら馬の中なんかにスマホを隠したりはしないだろう。もっと見つけやすい場所に置いておくはずだ。それもそうね。いずれにせよ発信者が怪しいことに変わりはないわ。怪しさポイントその1、発信者は偽名を使ってスマホを登録してる。その2、伊達くんが警視庁の名前を出した途端相手は速攻で電話を切った。その3、さらに伊達くんの番号を着拒してからおまけに電源まで切った。完全に伊達の失態だ。現行処分を要請する。充電できなくなってもいいのかよ。その辺のコンセントでするから大丈夫だ。とにかく何としてでも発信者を特定して。現行されたくなかったらね。翔子のスマホの履歴、やっぱり手動で消されたみたいね。本体のデータは削除されちゃってたけど、通信キャリアのサーバにはちゃんと記録が残ってたのよ。やり取りの相手は仕事の関係者。今本庁の方で捜査を進めてるわ。相棒、行くぞ。了解だ。